後藤家住宅は、鳥取県米子市内町にある歴史的建造物。後藤家は、江戸時代初期岩見国から移住、鳥取藩の海運の中心地前市で代々、海鮮丼屋を営んでいた。明治の初期には、北側道路に面した敷地に、数多くの蔵や、付属建物があったが、現在では、母屋と一番像、二番像、味噌像を残すのみとなっている。母屋は、霧妻造り。 本川原及び三河原武器、一部二階建て。北東の角地に立ち、母屋の東正面と、北側面は直接道路に面している。古記録等から聖徳四年頃の混流と見られるが、その後、増改築を繰り返しており、間取りは複雑になっている。下手を広い通りに渡し、土間に接する、床上部は手前を、店の間、奥を、板の間とする。店の間上の土質部には、 式台付きの玄関があり、式台は南に面している。板の間、上手の突出部は、移行の間、化粧の間、次の間、客間の四室からなる、書院座敷で、次の間、客間の西側は、縁と土日差しを隔てて庭園に面している。玄関と書院座敷の中間には、二間、通りの間がある。解体修理時の調査により、玄関部分と書院座敷部分は、 後に付加したものであり、しかも、それぞれ当初別の場所にあった建物の一部を、18世紀末頃までに移築したものと推定されている。母屋の背後には、味噌像、一番像、二番像などが立つ、以下の物件が重要文化財に指定されている。以下は、不指定母屋、一番像、仮想図は昭和49年に重要文化財指定。その他は、 平成5年に追加指定された。土地は平成5年に916.71平方メートルが指定された後、平成8年に西側臨地56.23平方メートルが追加指定されている。JR 米子駅より車で5分米子駅からだんだんバス、天神橋下車5分。ありがとうございます。